こんにちは、ダイスです。今回はミートピアやっていきましょう。今日はカネゴンがどこかに出ていないかどうかを探しに行ってみたいなと思います。そう、フィールド上にね、出てたりとかすることもあるんですけど、あれ？宝箱開けてない。開いてる？あ、開いてないよね。あれ？ちょっと、あれ？これでも大きいの開いてるから、開いてるのかな？あれ？あ、開いてないっぽいよ。また忘れてる。ここもこの前というか最近来たばっかりなのに、とりあえず行ってみましょう。今のメンバー強いから、多分お金になっちゃうと思うんですが、え？開けたつもりだったのに1個だけじゃないってことですよね、多分。あれ、私今日カネピョン探しに来たかったんですが、まあお金であることは変わりないですけど、あれちょっと今装備をね買ってあげたいなというのもあって、お金集めに行きたいなーっていうカネピョン探しに行こうだったんですが、なんだろう、忘れてる宝箱開ける方がなんかお金になるような気がしますね。とりあえず全部見に行きましょう。開ける、ま、ゲーム券だ、嬉しい。もしかしたら各コースに1個ずつ宝箱があってっていう状態なのかもしれないですよね。全体攻撃してほしいな。やった、早い。絶望の塔に向けて今いろいろとねやってるんですけど、この大きい宝箱以外にも宝箱がまだあるからなのかな。もう1箇所ありましたよね。もしかしたらルーレットの中に何かあるかもしれないので確認しましょう。ベルの衣、あ、これ多分僧侶のやつで2万ぐらいするやつだと思うので、ちょっと挑戦止まんないかな。あ、いけた、すごい、一発。これ多分そうですよね、2万ぐらいのやつ。あ、そうそう、これ高かったの、買ってあげられなかったの、これ嬉しい。ほら、205上がったよ。おー、嬉しい。ゲーム券もね0枚になってしまってたから、本当に助かりますね。じゃあもう1箇所必要なのか確認しましょう。私カネピョン見つけたかったんだけど、やっぱもう一回なんだ。あれ？デート券とかが入ってるのかな、今度の道は。カネピョン探しに行けないよね。あれ？違うピョンは出てくるけど、カネピョンなんか各地図に出たりとかするって調べたらあったので見に行きたかったんですけど、おかしいな。いやでも装備を充実させるためのカネピョンだから、まあまあいいと言えばいい話なんだけど、あれ？カネピョンは？まあ強くなってるから、この辺はもう一発ですよね、最初の街だし。さて、最後の宝箱は多分ここの先の道を下に行ったところ、まだ行ってないところだと思うんですが、こっちね。何が入ってる宝箱があるんだろう。まあ、予想だと多分デート券とかなのかなって思うんだけど、違った、全然違った。森のミックスナッツ、食べ物でしたね。これでこの道宝箱は終わりかな。この大きいやつだけ開けて終わりにしてたんだね。よしよし。さて、もう好きレベルが上がってる。やった、51。まだ続けるよ。そして1回ずつね、ゲームコーナーとか見た方がいいんだよね。わ、星が増えてる。あ、買ってあげられる。ちょっと待って。帝王の剣だって2万妖精。きなこが先かな。あ、危ない危ない。ゲームコーナーのルーレットを確認。神秘のダガーが。これは多分、これだね。多分ね、悪い字の武器なので、それじゃないのにしよう。またお金なくなったー。でも、いい感じのもの買ってきてますよね。あ、待って、着なかったよね、今。危ない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 、着替える。これたまにやってしまうんですけど、これやると多分着てないことになるので、こっち、だって強い方着なきゃ。で、見た目をちゃんとピーチに戻して服の見た目もピーチに戻して、よしよし、これでいいでしょ。きなこはずっとピーチ姫にしておきたいので、これでいいよね。あと動きたいらしいよ。あ、間違っちゃった。看病してくれるのかな。あー、足りなかった。そしてお金ないね。あ、お金ないね。すごいな、めっちゃ欲しいって言われる。まあいっか、カネピを目指していけば、今買ってあげた分もいけると思う。ここ終わりましたね。よし、じゃあ次、隣のどっかにいないかな。いなさそう。エルフの国、ここ出たりするとこありますよね。こことかたまにいるっぽいんだけど、開いてない道がある。まあいっか。また来よ、また。ちょっとお金買いにしたいから、ちょっと違うとこ行きますね。火山地帯、ここでも全部見た気がするんだよな。お金ないぞ。大魔王の城、結構奥まで来てしまいましたけど、あ、開いてない。あった。宝箱残しまくりですね。でも多分レベルがもう高いからお金になってると思うので、それはそれでいいんじゃない。んなんかついてる。肩に1個ずつついてるよ。ありがとう。仲良くなってる。なんか道が逆になってる。お、デート券、デート券来たー、嬉しい。あれ、デート券じゃなくて私欲しかったのゲーム券なんだけど、あれはい、行ってみましょう。マジか。おー、スケルトン、この辺だったらまあ大丈夫でしょう。終わりだよ、一発。もうすぐ3333体になるね。え、待って、これで終わり？嘘。大きい宝箱なかった。お金ない。へえ、ゲームでお金増やすのすごく大変なんですけど、間違えるからね、知ってる？実は団子ってこんな感じなんだってらしいよ。そんな一面があったなんて意外。そして10になる。もうまだね10なんですよね、この辺。は、見られてる。他のメンバーは？わー、高いやつ欲しいって言ってる。あ、聖者の衣だって。これ最後の方かな、伝説系のやつかな。全然安いんですけどね、マッチョのマント。これ買ってあげた方がいいのかな。エルフでもなんか使わない気が。本当は絶望の塔エルフ使いたいんですけど、レベルがね低いんだよね。で、ゲームコーナーをちゃんとチェック。毎回変わるからね。あ、聖者の衣がある。やってみる？いけ！一発で！一発で！一発で！もうちょっともうちょっともう、あーはーはー、うわー、悲しい。もう一回やってみますか。お金がないときはこれ、いいよね。一回ゲーム券使って8000ゴールドとか多分今もらえる状態なんで、それでもね、多分手が届かないから、これ、頑張って当たったらすごいと思う。もうちょっともうちょっと、あっ、もう一個もう一個、え、悲しい、悲しい。あ、行く相手ない。あ、金券ショップに売った。来た。1000しかないの。いけ。うわー、通り過ぎていく料理。これやる？じゃあやりますか。おお来た、嬉しい。今日ロゼッタの日ですね。めちゃくちゃ嬉しい。2回も当ててる。あ、さっきのはきなこか。さっきのはきなこだ。今回はロゼッタ。え、ほんとちょっとなんかわかんなくなってきてるんだけど。やったね。ちょっと装備整ってきましたよ。いやいや、もう遊ばないよ。あと1枚しかないでしょ。さっき一発で当たったのがもう奇跡的だったんだよね、きっとね。これ買ってあげた方がいいかな。まあいいか。もういいか。レベルがね、低いからね。そう、低いんですよね。ほら、まだ38。10レベルもここに差があるから、どう頑張っても多分ここに追いつく。ってやるまでに装備がね、間に合わないんですよね。多分ね、レベル上げて装備整えてあげてとかってやってると、間に合わなさそうな感じしかしないので、とりあえずは、あ、ここ空いてない。道的には空いてないけど、どうなんだろう。やった方がいいのかな。うん。空いてない道はまた今度にしよう。もう、何があるかわかんないですからね。宝箱のところが残ってれば行くけど、私のカネピョンはあれカネピョン。ちょっと飛びますか。あ、開いてる。あった。あれ、私のカネピョン。そう、カネピョン探しに行きたかっただけなんですけど、金策、まあまあ、これでもありといえば。ありといえば。なんか宝箱捜索隊になってる気がする。どうしてカネピョン、キングカネピョンでしたっけ、一番すごいやつ。あれ、一回も会ったことないんですけど、なんででしょう。あ、一回だけある。一回だけ、多分魔空間で会ったことあるんですけど、みんなが出る回だけなんですよね。その後、超魔王を倒した後、出会ったことないんだけど、なんでなんだろう。お、1枚だけだけどゲーム券。あれ、さっきデート券じゃなくてゲーム券だった？ちゃんと見れって話だよね。失礼。じゃあこれで下行こう。クロス。下にも多分1個あるんじゃないかな。ないかな？ありそうな感じしますけどね。こうなんかシャイニングちゃんと使ってほしいよね。絶望の塔行った時失敗しないで。そしたらめっちゃ楽だと思うんだけど。ちゃんとお仕事してくれないからな。あれ、宝箱ない？あ、来た来た来た。あ。スケルトン倒したら出るやつ。よし、戻ってきましたので、もう一回確認しましょう。お、宝箱300個以上開けよう。今更達成。こことかだよね。雲の国とか。うわ！あるじゃん。なんか欲しい感じになってなかったら買ってあげられないんだけどな。どうしよう。欲しい？はあ、バナナ。バナナはちょっと買ってあげないとダメですね。本当に少ないから。あ、間違った。バナナだけは消費していこう。他はお金の余裕がなくて買ってあげられないんだけど。ほんとあれですね、ミートピア金策が一番困ってるかもしれないですね。経験値とか取りながら金策できるのはやっぱり真空管のぴょん狩りだと思うんですけど、そこ行くとね、あまりにも経験値は少ないんだよね。ゴールデン手袋。わっ、すごい経験値たっぷりがある。え、これやってみていい？たっぷり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 きたー。え、これ誰にあげよう。え、これめちゃくちゃいいよね。きなこ上がるんじゃないこれで。おー、え、もか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 、経験値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 。え、待って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 、枠があれー、せっかくの経験値たっぷり会が終わった。あまり見ないやつね。もう一回遊びますか。くそー宝箱などでゲットできますよ。そう、知ってる。今これ先。え、でも一回やらないとなくなっちゃうやつだから、まあしょうがないよね。いいやつだったのに今。はい、そしてこれなんかゲームのところはいけないけど、ここの宝箱いけるようになりましたよ。すごいな、宝箱探索会になっちゃった。ぴょんは本当に出ないですね。激レアのあれが欲しかったんだけど。でかい宝箱からはお金めっちゃきたー。これ買ってあげられるやつだ。やったー。え、ちっちゃいのでもお金が出ないかな。きたー、お金かいめちゃくちゃお金。あ、2個だった。さあ、買いたい子はいないか。欲しいっていう子はいないかな。あれ？デイジーの部屋行きたいの？ちょっと待ってね。私になってる。プラチナスーツだって。まあ、しょうがないか。え、めちゃくちゃ今回更新いけましたよ。ほら、やったー！ヴァンパイア装備新しくなりましたよ。ね、何色にしよう。白。でも青がなんか一番かっこいいけどな。赤。青、黒、白。あ、じゃあ今持ってる武器と合わせて紫。え、これは嬉しいまたね、お金貯めて買ってあげられるように頑張ろうと思います。はい、ということで今回はこんな感じで、本当はね、激レアぴょんって言われるお金が、200ゴールドとかも、あ、200ゴールドって少なすぎるね。2万ゴールドとかもらえる、カネピョンを探しに行こうと思ったんですけど、やっぱりレアすぎて出てない感じでございました。で、道なりに残ってた宝箱回収で、なんとか今回はお金をゲットして、装備買ってあげられたりとか、ゲームコーナーでいい感じに装備に当たったりとかっていうのがあったので、かなり良かったんじゃないかなと思います。で、まだまだ、もうちょっと、準備をしてから絶望の塔挑戦再び行ってみたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!